お世話になっております、マサルです。前回は無線 LAN のセキュリティ対策の基本について一緒に学習しました。無線 LAN のセキュリティ対策は大きく3つです。盗聴対策、なりすまし対策、不正利用対策です。盗聴対策は通信の暗号化によって対策が行われているのは前回お伝えした通りです。今回は残りの2つ、なりすまし対策と不正利用対策について学習していきます。この2つの対策で利用されるのは認証技術です。具体的にはパーソナルモードやエンタープライズモードを使って認証を行います。この2つのモードの違いについて今回は一緒に学習していきましょう。それでは始めていきます。まずは少し前回の復習からになりますが、なりすまし対策と不正利用対策とは具体的に何かというところを少し思い出しておきましょう。なりすまし対策というのは、クライアントからアクセスポイントに接続するときに不正ななりすましのアクセスポイントに接続しないための仕組みです。そして不正利用対策は、アクセスポイントがクライアントを接続させるときに不正なクライアントを接続させないための仕組みです。無線は有線と違って物理的な制御ができないので、接続対象の認証をしっかり行わないと、なりすましのアクセスポイントに接続してしまったり、不正なクライアントが接続してきて不正利用されたりすることが考えられます。それらの対策としての技術が今回勉強するパーソナルモードやエンタープライズモードです。早速パーソナルモードとエンタープライズモードの比較を見てみてください。パーソナルモードの特徴は、利用するクライアントが限定的であり小規模で利用される。 PSK 事前共有鍵を使って認証を行う。全てのクライアントは同じ共通鍵を使うので、頻繁に鍵の変更する運用が難しい、このような特徴があります。エンタープライズモードの特徴は、企業での利用と中規模から大規模で利用される。認証サーバーによって認証を行う。クライアントごとに鍵が異なるので、鍵の変更にも柔軟に対応できる、このような特徴があります。名前でもわかるように、パーソナルモードはパーソナルなので、個人などの小規模な環境で利用することが推奨されており、エンタープライズモードは企業のような中規模から大規模な環境で利用されることが推奨されています。それでは具体的にパーソナルモードとエンタープライズモードについて学習していきましょう。まずはパーソナルモードからです。パーソナルモードは PSK と呼ばれる共通鍵を使って認証を行います。クライアントからすると、自分が知っている共通鍵で接続することができるので、接続先のアクセスポイントが正しい正規のアクセスポイントであることを認証します。アクセスポイントからすると、自分が知っている共通鍵の情報で接続してくるクライアントがいれば、そのクライアントは正規のクライアントであると認証することができます。もしクライアントが PSK の情報を持っていない場合、もちろんアクセスポイントに接続することはできません。そしてユーザーから見て接続しようとしているアクセスポイントが正規のアクセスポイントでない場合、その場合も PSK の情報が異なるので接続できません。このような仕組みのおかげで接続先のなりすましに気がつくこともできます。パーソナルモードは PSK の設定をするだけなので、とても手軽に設定できるのがメリットです。しかし手軽さの反面、鍵の変更することが運用面から考えて難しく、不特定多数の人が使う企業のような環境では利用しにくくなります。ではどのように利用しにくいのか、具体的な例を見ていきましょう。パーソナルモードを企業で利用した場合を考えていきます。パーソナルモードなので、利用者は全員同じ鍵を使って認証を行っています。企業で利用する場合は、利用者は不特定多数になることが多く、時には退職者が出る場合もあります。利用者の中で退職者が出た場合には、セキュリティの観点から該当の退職者はアクセスポイントに接続させないようにしなくてはいけません。退職者に接続させないようにするためには、鍵を変更する必要があります。しかし鍵は全員共通の鍵を使っています。鍵を変更するということは、全ての鍵を変更する必要があります。退職者が出るたびに鍵の情報を変更していては、運用上の負担が大きくなってしまいます。なのでパーソナルモードは、鍵の変更をすることが少ない場合や
もしくは鍵を変更したとしても全体としての影響が少なく済む程度の個人または特定の人だけが利用するような小規模の環境で利用することが向いています。次にエンタープライズモードを見ていきましょう。エンタープライズモードは企業などの中規模から大規模の環境で利用されることが多いです。認証に関しては認証サーバーを用意して認証サーバーで認証情報を管理します。認証サーバーを使うことでクライアントごとに別々の鍵を使って暗号通信をすることができます。クライアントが鍵を手に入れる流れを見ていきましょう。 A さんが接続を試みます。すると認証情報が聞かれるので自分の認証情報を渡します。認証情報はアクセスポイントを経由して認証サーバーまで届き認証されます。認証結果が OK ならばアクセスポイントと A さんで暗号通信をするための鍵の情報が A さんに送られてきます。これ以降は A さんは配布された鍵を使って暗号通信を行います。 B さんが利用する場合も同じ流れです。 B さんから接続要求があった場合は認証情報を認証サーバーに送って認証を行います。認証 OK ならば暗号通信で利用する鍵を B さんに送ります。ただこの時に送る B さんへの鍵は A さんとは違う情報の鍵です。このようにエンタープライズモードを使うとクライアントごとに情報を管理できるので鍵の情報も個別に管理することができます。クライアントごとに鍵の管理ができるということは鍵の変更の運用も楽にすることができます。例えば B さんが退職する場合を考えます。 B さんを接続させないようにする必要がありますが B さんの鍵の情報だけを個別に執行させれば B さんは接続できなくなります。この時 A さんは鍵の変更の影響を受けることはありません。このように鍵の変更にも柔軟に対応することができるという特徴がエンタープライズモードの大きなメリットです。しかしエンタープライズモードでは認証サーバーを設置しなくてはいけません。認証サーバーを運用しなくてはいけないといったデメリットが発生しますが、企業のような不特定多数の人が利用する場合はエンタープライズモードが鍵の管理の観点から好ましいと言えます。それでは今回はパーソナルモードとエンタープライズモードの違いについて学習しました。今回の学習内容をまとめていきましょう。今回は無線 LAN のセキュリティ対策、不正利用対策と成りすまし対策で利用される認証について一緒に勉強しました。認証するためのモードは2つあります。パーソナルモードは小規模な環境で利用者が限定される場合に利用されます。事前共有鍵 PSK を使って認証を行います。設定が簡単なんですが頻繁に鍵の情報を変更しなくてはいけないような場合はパーソナルモードは不向きです。エンタープライズモードは中規模から大規模の不特定多数の人が利用するような環境で利用されます。認証サーバーを使って認証を行います。認証サーバーを運用する必要がありますが、その分クライアントごとの鍵の管理をすることができ、鍵の変更も柔軟に対応することができます。それでは今回の動画は以上です。この動画が気に入っていただければ高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。